今日なんですけど、はい、カバンの中身をですねチェックしていきたいなと思っております。はい、持ってきました。今日カーピー忙しいので編集のさっさんが来てくれてます。すみません、皆さんよろしくお願いします。なんで最初にすみませんっていうので、カバン普段使っている超愛用しているカバンなんですが、これはシプレっていうブランドの一目惚れしたトートバッグなんですけど、このねなんか長いのもついてて、ショルダーにもなってハンドにもなるようなバッグは基本的に使いたいんですけど、形も最高だし、なんたって柄がウィリアム・モリスっていうウィリアム・モリスの柄で、この柄すごい好きなんですよ。ちょっと名前が出てこなくて今汗くせしてたんですけどちょっと調べちゃいましたけど、はい、でこの柄がすごい好きで買いました。中もね磁石になってて、こんな結構いろいろ入る感じです。で入ってるもの紹介、じゃん、 iPad 作業用とか落書きしたりします。次ハンドバッグ、エコバッグですね。エコバッグはヘラルボニーっていう障害者の方が描いているアートをいろいろ作品にしているブランドなんですけど、めっちゃ可愛くないですか？これね、すごいシャカシャカしてて使いやすくて、このオレンジの柄がすごく好きで、すごい大容量。そう、大容量だし、私は名刺入れも同じ柄です、はい、これすごい好きで、ヘラルボニー大好きです。で、鍵、キーケースはサンローランのブラックの使ってます。ボロボロです。で、お財布はセリーヌですね。セリーヌのなんかいろいろちっちゃいのとかも使ったんですけど、まあ、なんだかんだ結構領収書もらったりとかいろいろ入れるものがあるので大きく戻ったんですけど、中が黄色いんですよ。本当だ。そう、すっごい可愛くて、これ使ってるといい気持ちがするのでこれ使ってます。ここ取れちゃったけど、お金入ってきそうな色ですね。そう、なんかいい感じでしょ。で、あとポーチです。これはポーチ、あのメイクポーチですね。なんかいろいろガシャって入れられるので巾着が最近はお気に入りです。あとビューティーポーチです。めっちゃいろいろ日によって、はい、使い分けて、香りとかね結構違うの持ち歩いてるんですけど、これが、まあ、サプリとかおやつとか香り物とかいろいろ入れてます。あ、これはなんとかハウスってところで買ったインド柄のポーチです。何も出てこない。ごめんなさいね、夜遅くちょっと撮ってますからね。でも何時にやってもわかんない。あと自転車の鍵ウーパールーパーついてる。はい、って感じですかね。なるほど、紙の方を見ていきましょう。はい、ポーチは資生堂のクッションファンデと、この前紹介したオサジのキーと MIMC のコンシーラーと、これ軽くて使いやすいのでオンリーミネラルのパウダーと、これはヘアメイクアップアーティストのゆきさんのブラシとソフトサンティアの目薬です。これね、すごいおすすめなんですよ。スワビナっていうブランドのリップなんですけど、このリップ超お気に入りです。香りもねすごいいいんですよ。で、これマスカラですね。マスカラグリーンの今日持ってます。で、これトーンのやつなんですけど、ミニなので軽い。で、これはリップです。フジコのリップとエクセルのシャドウ、アイシャドウで、ウズのライナーです。で、ポーチは、トゥデイフルで買いました。トゥデイフル、はい。で、これビューティーポーチは香り物とか、なんか自分を整える系のアイテムが多いです。で、1個目はこれ、あの友達の調香師の子にあのパーソナルで作ってもらった私だけの香水。すごい。それは蔵前で作ったやつですか？ではないです。ではなくて、また別で。すごい。楓、すごいいい香りのはず。おお。どんな香り？これはなんか紫の香り。
ゲージの薄い紫っぽい感じの香りがするので、うーん、全然わかんない絶対違う、絶対違うごめんなさい、ちょっと前の動画で、ね、そういった表現があったので、なんだろう、さっぱりめじゃないですか。そうですね、さっぱりしてる、全然甘くないですね、うん、そうですね、名前も書いてらっしゃるんですよね。あ、そう、春菜ちゃんって子が作ってくれました。ちゃんとサオリって、サオリオリジナルです。すごいいろんな香りを変えて、これ好き、これ好きってやって作りました、はい、センスでまとめてくれた感じですね。で、ハンドクリームは今日ナリンを持ち歩いてます。なあ、うーん、甘い、こっちはですね、うん、ナリンのあのロールオンがスースーするやつとかコスメキッチンでね有名だと思うんですけど、それのねサンダルウッドのボディクリームなんですけど、ハンドクリーム使ってます。はい、で手が潤ったところで、この前動画でも紹介したリップ、なんかなんとなく持ち歩いてますと CBD ロールオンです。これこれもねすっごいいい香りなんです。あ、手が滑ってるかなCBD ロールオンはあの CBD ってすごい鎮静する効果があるので、コルコルしてると落ち着くとか凝ってるところのねケアにすごくいいんですよ。で香りもいいので、なんか何個香り持ち歩くんだって感じですけど、これでこうやって流しながら私はマッサージするのがお気に入りです。ちょっと昔の動画でなっていましたよね、あ、ロールオンの、はいはい、マッサージ動画もご紹介してます。でこれ最近というかもうそろそろ発売されるやつだと思います。未発売のやつお持ちってことですか展示会でゲットしました。あとはアメ、アメちゃん、アメちゃん、これもすっごいおすすめなアメで、何アメ、マンキンアメですね。伊勢薬本舗っていうところから出ているマンキンアメで、すごいねなんか喉のケアとかにもすごくおすすめです。うーん、はい、あげる、ありがとうございます。で、あとはプロテイン持ち歩いてたり、わ、出たユーミーのプロテイン、そう、美味しいです。なんかちょっとした時に飲んだり、なんか会った人に入ってあげたりしてますと、あとリポシー。リポシーって何ですか。リポシーはリポカプセルビタミン C なんですけど、あのすごい体への吸収がいいんですよ。ビタミン C とか飲むと尿が黄色くなるじゃないですか。これ飲むとならないんですよ、はい、ちゃんと体に吸収されてる感じがしてるし、あの紫外線ケアとして飲んでます。とウェル&ビーの青汁、まあインスタに載ってましたね。あ、そうです、これの青汁最近好きでよく飲んでます、持ち歩いてます。あと青汁青汁じゃない、これは抹茶です。 100% ザ抹茶東京の抹茶なので、これペットボトルとかなんかこう飲み歩くこうお茶の中、水の中入れたりとかしてます。となんかいろんな、なんかサンプルがボリューム入ってたり入りがちですよね、はい、雨が入ってたり、あと虫も入ってた。虫入ってる人いませんってこの前買った私が一番好きなゾウムシの標本です。知りましたね。ちょっと皆さん知らない方もいるかもしれないので、ちょっと念のため お伝えすると、虫が好きなんですよね。そう、虫が好きで、この前標本の作品を作ろうと思っていっぱい買った、こうなんか1個入ってました初めてですよね確かあんまないかも。なんかピアスも入ってる、あのザラで買ったピアスです、も入ってました、はい、っていう感じのバッグの中身です。なんかこうどこで何があっても結構外で食べたりもするので、こうケアできるアイテムも結構持ち歩いてますって感じです。あの皆さん概要欄の方にね商品リンク載せておくので、 ありがとうございます。気になったアイテムある方はぜひ、はい、飛んでみてください。はい、見てみてください。さよならありがとうございました。ありがとうございます。